羽生さん、ありがとうございいまますすここちらこそ大変よろししくお願いします、はい、本当に僕、この羽生さん、大好きなんですけど、皆さんご存知のように、もう、すねいやすごいですね、羽生さんね、だって、中学生でプロ棋士になって以来、ずっと、もう七冠時代を含め、今も名人やってらっしゃいますし、トップにずっとい続けるって大変じゃないですか。 う、そうですね。あの、やはり毎回対局も競争も厳しいものがあるので。まあ、そういう中でやっていくのは大変でもありますし。まあ、やりがいも同時に感じながら。はい。読<も>ます。いつお目にかかっても、こうやってひょうひょうとしてて、なんか大変さってあんまり。無線ならないから。はい、<laughs> そうですね。まあ、あの、それはこう、機種の修正といいますか、習慣で。えそうなんですか。<laughs> ちょっと待ってください。あんまり。努力してるぞって相手に見せない。 気配ゲスみたいなとかあるんですかというか、どういったらいいんでしょうか例えば、こう、まあ悪い手を指しても、あんまりそう、しまったっていう表情を出すわけにもいかないので、<laughs> だからまあなんとなく、ポーカーフェイスというか、まあ自然体でいる。 いいうこととをこう心がけるええそれはなんかいやもちろんその喜怒哀楽が出る人もいますけど基本的にはあんまりそういうのが出ないようにっていうところがあるのと、まあ、あとちょっとこうその将棋の世界の日本的なところでうん、うん、まあ勝ったからって言ってなんかこうガッツポーズして喜ぶとかってこともないのでまあ習慣的にこうそういうところがあんまりないっていうところがあると思いますはい。ブさんといえばね本当に いろんな意味での点差なんですけど、僕、やっぱり一番すごいと思うのは、前回の森内さんとの名人戦もそうでしたけど、普通、プロは刺さないっていうような思い切った手を刺されることあるじゃないですか。ああ、はい。あれ、ご本人としては、ええ、別にここでなんか、常識破りをしてやろうっていう意識でやってるわけではないんですよね。あ ただ、基本的には、非常にその常識的な手を指しているつもりなんですけど、うん、常識的な手で、常識的な可能性で全てうまくいかなかった時に、違う可能性を考え始めるっていう感じなんです。最初から非常識なことを考えてるわけじゃなくて、<あ>最初は常識,常識,常識的、一応常識的なところとをまず考えてみて、それでダメだと思った時に、うん、まあ、その次の案として、ちょっと筋が悪いとか、形が悪いとか、 なんかそういう発想の選択を、まあ、絞って考えていくっていうことをしてるっていうところですねそれができてしまうのがやっぱり羽生さんのすごいところかなと思うんですけど羽生、まあ、さんがなんかねそのこれだけずっとトップ続けてきてるってう理由っていっぱいあると思うんですけどもやっぱりその羽生さんのみんながおっしゃる柔軟性とらわれなさっていうところは。 やっぱり何に由来するんですか今はおっしゃったのは最初は常識的なところを考えるけどそれがだめだったら他のところも考えるっておっしゃいましたが自分ではどう思われますその自分の柔らかさののさ秘密っていうのはまあそれはやっぱりずっと将棋をやってきてで将棋って半分は相手の手なんでだから半分は自分のところではどうにもならないっていうものをやっていくっていう中で。 こうだ,んだん必然的にそういうういいいいこことととををやらざるを得なくなくっってた思ます一人で全部できるんだったら自分でこう作戦とか構想を思い描いてその通りに物事を進めるっていう多分やり方をしたと思うんですけど将棋をやっていくっていうプロセスはどうしても半分は自分の予想外っていうか何をやられるか分からないっていう状況下なので必然的にそういう対応の仕方に 少しずつですけど、まあ、変わっていったってていいたうことだとだ多分思いますいやこれはちょっと非常に僕、すごく重要な深い話だと思うんですけど、というのは、はい、相手がいると、相手の出方ってどうなるかよく分からないから、はい、最初からこうしたいとか、こうあるべきだと思うとなかなか交渉とかコミュニケーションできないけど、はい、半分は相手だと思ったら、それに対していろいろ適応していかなくちゃいけないっていう意味で言は、羽、えーはい、さんが言ってることって、なんか人生全般につながっていきそうな。そうですねで相 相手の手を読むと言っても、相手のことは100%分かんないんでん、だから、こう、だんだん考えていくと、もうほとんどん妄想の世界なんですよね <laughs>。いやいや、本当に、だって、要するにいろいろ思って考えても、結局、本当のことでどこまで分かってるのかって言われたら分からないわけなんで。妄想の世界。なので、だからまあ、ただ、なんていうか、それに、こう、より普通のものにこう近づいていくっていうアプローチの仕方は非常に重要っていうところと、ただ、 そういうことをしても必ずやっぱり予想外っていうか思いがけないことが起こるので、うん、その思いがけないことが起こった時に対応できるようなこう考え方というか選択ととかアプローチの仕方をしててるっていうこともありますそこ難しいんですけど説明の仕方がでもそういうなんていうかこうやり方だから全部こういう手順でいってこういうふうに課すとかこういう駒組みでするとかっていうことではなくてある種アバウトというかざっくりと ななんとなくこっちの方向に行こうとかこういうやり方で行こうっていうところがあって、まあ、でそこの多少の道のりは少し変わっても、まあ、最終的なこう目的地とかこういう方向とか流れで進みたいっていうところは変わらないっていうような、なんかそういういやり方です棋士、はい、の中にはね、うん、特定の戦法がお好きな方がいらっしゃるじゃないですか羽生さんはなんか本当にもうオールラウンドじゃないですか、はいはい、やっぱり今おっしゃったことと関係してるんですかね。そのやっぱり そうですね。ただそのオーンダでやるのは非常にデータ化と非常にこう密接に関係してて、はい、やっぱり一つだけでやると狙い撃ちされるっていうところはやっぱりあ,、まあります。緊急されちゃって。ええ だから野球のピッチャーで150キロの速球が慣れても速球だけしかないかったら結構、相手がプロのバッターだったらやっぱり打たれちゃうんで <laughs> だから、カーブとかシュートとかスライダーとかいろいろ緩急を織り交ぜていくっていう方がまがいいっていうことと、まあ、あと、個人的にはいろいろやってた方が面白いっていうところがあるのでそれでそういうアプローチの仕方をしているっていうことがあります、はいはい。というわけでね今日は本当に 奇跡の人とと言っていいと思うんですけど僕はやっぱりこうやって話を伺ってても改めてこの人はすごい人だなと思わざるを得ないんですけど <laughs>、はい、もう将棋界のモーツァルト羽生善治さんに今日は来ていただいているんですけども、はい、あの僕前、はい、羽生さんに伺って忘れられない話があの車の運転ができないって話、はい、あで皆さんそうらしいんですよ車運転してて突然将棋のことを思い出すと危ないからそうですね最近運転してないでですただ逆に言うとでも 車の運転はそういうその気持ちというか頭の切り替えには非常にいいんですよね。例えば、将棋の対局とかが終わって、ある種興奮状態のところで車の運転とかをすると、クルダウンするには本当にちょうどいいぐらいの感じのものけど、ごくまに運転して、 リラックスしてる状態で、何かひらめいてしまうときもあるので、うん、そういうときは本当に危ないので、さすがにそれはちょっとやっぱり、なんか事故とかあると大変なんで。<laughs> あのやっぱ羽生さんクラスになると、将棋盤は本当いらないんですよね。 まあそれはそうですねというか、なんていうか、基本的に対局中に考えてるときって、将棋盤見てないですからね。いや、僕だから、それが森内さんとの,あの名人戦を拝見したときに一番分かったことで、あれ、この人たち、将棋盤見てないやん。<笑><笑>あ将棋盤は見てないです。確認で一応、最終的にはちょっと見ますけど、基本的に頭の中の盤で動かして、まあやるっていうところですね。将棋盤、逆に見ると邪魔になっちゃうんですかなんて言えばいいんですかね。例えばその局面を見、うんうん で先のことを考えますよね、はい、で先のことを思い浮かべようとするときに目の前に現在の局面があるとそれが残像として残ってしまうんですよだから <laughs> はい、はい、かえって混乱するんですはい、はい、そうですよねだから頭の中でコマを動かした方が わかりやすいまあもちろん本当は実際に番で動かした方がわかりやすいんですけど番を見てその混乱するのを避けるよりも頭の中でそれをイメージした方がわかりやすいっていうところです。はでもすいな,なかなか私自身は例えば8 1のマス目を全部完璧に覚えきるのは難しいです。 <laughs> いや,いやあの、なんていうんでしょうか、ね、はい、例えばテレビの画面を見てるかのように、はい、頭の中にじゃあ、将棋の盤と駒が映ってるかと言われたら、そんな鮮明には、私は映ってないですどんな感じで映ってるんうーでではないです憶 盤面を四分割ぐらいして覚えてる感じなんで,、えー、そうなんですかあ81のマス目を完全にパッと頭の中で思い浮かべられるかと言われたらちょっとやっぱり難しいですじゃあ独特のなんか記憶のパターンというかスタイルがあるんですねかもしれませんだからこの部分はこういうものとか、えー、この部分はこういうものっていう,ような、はい、そういう認識の仕方だと思いますね我々は小学校の頃から将棋させてるんですけど全くその我々とは違うレベルにいる人なんですが <laughs> 小学生将棋名人戦で優勝して、これ、あの奨励会入ったのってのは何年生の、小学校6年生の12歳の時ですね。で、はい、中学校でもプロに3年生の時にプロになりました、はいはい、すごいですね、やっぱね、あの自分が将棋好きだとか向いてるっていうのは、もう意外と幼い頃からいや、それはでも、あまり気がつかなかった。 ですというのは2年生の時に初めて道場に行ったんですけど、うん、最初の2ヶ月ぐらいは多分1回も勝てなかったんでだからそういうこともあったんであんまり自分にその将棋の適性があるとかっていうことは思ったことがなかったってことはただまあその子どもの大会とかに参加するようになってまあ入賞したりとかできるようになって少し自信をそれで持ったっていうところはもちろんありますが七冠の時っていうのは一つの社会的な事件にもなりましたしあ世間が将棋というものに注目する非常に大きなきっかけになったし、はいはいはい まあ、羽生さんがもう将棋ファンの枠を超えてスターになった時だったと思うんですけど、はい、七冠時代って、今、振り返ってどうですか、はい、ある時点からは、自分の手を離れたっていう感覚があったんですね、だから自分でやってるんですけど、それよりも、その周囲の後押しの力がものすごいやっぱり大きかったんです、うん、ですので、すべての対局を自分のホームゲームでやってるような、そういう感覚みたいなものがあったので、<ー>だからあんまり自分で取ったって感覚はほとんどないんです。 まあでも刺さされたのはハブさん、ね、刺してるのは自分なんですけど、でもそのとのなんていうか、雰囲気とかムードみたいなものがこう後押ししてくれたっていうところがあって、やっぱりそういうものって大きいんだなっていうのは思いました本当にそういう世間の流れがあったんですよ、実際にそれを実現するっていうのはね。はいっていか、まず刺す、その将棋の棋戦の数だけでも、ものすごい数になっちゃうから、はい、そうですね、忙しかったことは忙しかった。 ですその毎週のようにタイトル戦があったりとか重要な対局が目白押しで続くとか例えばそのこの1局を負けてしまったら7冠今年はもうなれないとかまあそういうことが続いていくんでただなんかそういう状態もある種緊張感みたいなものはあるんですけどただ自分自身の手を離れたっていう感覚があったんでそういう意味で気楽ってわけじゃないんですけどまあなんか結構普通にできたっていうところあるかもしれません、うん。はい まあこのね、本当にどんな時でも冷静さを失わないっていう、これがやっぱ羽生さんのすごい魅力だと思うんですけど、将棋といえばやっぱり決断力とかね、どの手を打つかっていう、はいはい、これについては最近、どんなことをお考えになっていらっしゃいますか。はい、あー なんか結局いろいろ考えても最後こう選ばないといけないじゃないですかうん、うん、で選ぶ時にいろんなことを知ってると逆に迷うってこともあると思うんです、うん、だからなんかこうどれだけ経験してもどれだけたくさんのことを学んでもやっぱり最終的にそこのところでこれが一番いいって方法はなかなかないんじゃないかなとは思って安部さんにしてそういうこと言うってるのはまたすごいですねじゃあベストなことってのはなかなかわからないわ わからないですね。だからその、例えば勇気を持って決断をするとか、あるいはなんかこう深く考えるとかって、結局なんかこう矛盾してることを最終的にはこうやってるようなことがあるので、うん、だからなんかこっちの方を良くしようとするともう片方の方が悪くなってしまうっていうような、まあそういうことがあるのと、あとまあ対局だったら対局で、例えば悪い手をやったんで結果的にうまくいってしまうっていうケースもあるんです。<え>だから、 いい手を指せば勝てるとかそういうわけでもないところにまあ勝負だったら勝負の機微みたいなものがあるんじゃないかなとも思ってますはいへえ悪い手を打って帰ってよくなることもあるってなんかあれだね人生みたいですね <laughs> 結局だからそれを突き詰めちゃうと何が良かったかもう分かんなくなっちゃうんでそういう意味では最後のやっぱり何か決めるっていうのは本当に難しいことなんだなと思いますはい。